はい、テレゼンシャーカーです。今日ですね、打ちしこりというやつですね。それについてちょっとお話をしていきたいと思いますね。しぶとく攻めるっていう中で必ず必要な、こう、打ちしこりですね。そこですよね。なんか攻めていくと簡単にミスしてしまう。そこをちょっと考えていきたいと思いますね。というと、私のことについてちょっと説明させてくださいね。私は月刊スマッシュさんの方で技術解説とか、その他、世界のね、テニスの、状況とかをレポートをテニスジャーナルさんという本でね、させてもらってました。で、テニススクールの方はですね、日本の優勝とか、あと日本代表選手、という形で日本、プロになった選手まで、育成してきました。で、また、いろんなね、選手をね、海外の方にこう、遠征、その他、留学までこう、どんどん出してきた。留学事業もやったのでね、そういった、30年間をね、やってきたことをこう語っていきたいというふうに思ってます。でね、打ちしこいですね。とにかく、なんですかね、こう、打って粘るっていう、なんか何それとかいうような感じなんだけど、いや、真面目にこれ、こう、あるんですね、打ちしこりがね。で、ちょっと、今回、韓国行くんだけどね、韓国はね、打ちしこいの子多いんですよね。で、打っても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 ね、こう、なんか、打ってしこってくるのね、こうね、打って粘ってくるんですよ。なので、この棒の重さがね、全然こう軽くならないということなんですね。で、そこで大事なのは、やっぱこう、ボールに対してそのしっかりしたこう、ためが作れるということにこうなってくるんだけども、これに関しては、打ちしこりをするまずこそ、もう簡単に言えばね、縦に動くことです。ね。で、うちの方でね、こう、縦動きって書かれてるところが、とか、あと、ラリーのコーナーをミスしないっていうのは、ちょっと打ちしこりの要素が入ってるので、ちょっと打ちしこりたいなっていうのは、そのメニューのところに関しては、ほぼほぼ入れてあるので、来てもらったら大体打ちしこりやってるというふうに思ってもらっていいと思いますね。どんな状況でも、そのボールをこう、軽くしないと、いうことなんですよね。なので、その、バウンドしてからの、その、こう、余裕をいかに作るかっていうことと、それと、こう、とにかく、フットワークがこう、回れるっていうことね。で、どうしてもこう、横から入る子っていうのは、こう、難しいんですよ。で、おそらくね、これ他のコーチからもちょっと、いろいろ愚痴を聞いたんだけど、他のコーチも分かってるのよ。この、こう、回って入るっていうのね。よくやってて、こう、僕コーチは手、出して、こう、ペッペッって出してね、こう、くる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 、こう、回ってるようなフットワークやってるでしょ。前入ってで、一旦下がって前入ってって。だから、フットワークって一旦下がってんのよ、実は。ね。だって、前入って、また前入って、前入ってたらネットに近づいちゃうじゃん。だから、前入ったら一旦下がって、前入ったら一旦下がってって、必ずなるじゃない、それはね。だから、一旦前入ったらまた下がって、もう一回張り直して下がってってこうやってのね。だから、くるくる回るとか、八の字でやるっていうのも、前入ったら一旦下がって、前入って一旦下がって、これが八の字でしょ。だから、一旦下がってんのよ、極端に今ね。それはね、誤解してる人が非常に多いのね。前、前、前で。で、そのうちネットにくっつきましたよ、なっちゃうから。一旦どっかで下がんなきゃいけないのね。なので、そのフットワークをもうちょっとね、こう、しっかりこう、作る必要があるんだな、ということなのね。で、さっき言ったコーチの愚痴っていうのは、コーチもいろいろこう、回って入るようにとかね、後ろに入れてやってるんだけど、結局、何が言いたいかったら、人工芝と後ろのないコートなんだよね。なんかね。だから、こう、回って入ろうとすると後ろにガン当たったとかね。なんか、インドアでよく聞きますよ、そういう話ね。だから、回れないんですよね、なんかね。なんで、その代わりでもなんか、結構、前の前陣速攻のテニスはできるよとかでね。うん。それは利点だからいいんだろうけど。やっぱり、この、ボール一本一本、こう、重さを出すっていうことはできないのね。で、もう一つ、こう、回って入るっていうのは、こう、フットワークですごいかなり機敏性いるんだけど、結局、フットワークなんだよな。なんていうのかな。もう言いますね。もうフットワーク悪くダメよ。もう相当ね。で、だってボールの距離に近づけないもん。で、定位能力っていうので、ボールの距離が完全にきっちり把握できても、その、極端には足の方の動きね。これ結局、体の外のリズム能力って言うんだけど、このステップワークが合わなかったら、いくら距離が、正しい距離を、なんて言うんだろう、認識してても、その、なんていうのかな、なんていうのかな。棒の位置に行く正確性っていうのがないのね。だから、結局、なんていうか、距離感が合わないっていうことになっちゃうのよ。なので、常にこの、なんていうかね、しつこいぐらい、こう、回って入るっていう風な、フットワークをやっていかないと、ちょっと今日厳しいんだろうな、と思うよね。で、頭で分かってるのとできるとまた違うから。で、それともう一つ、やっぱり人工芝、こう、ザサッザサッと滑っちゃうから、ちょっと足がね、
こう合わしにくいっていうのがあるんだよね。だから細かいこうフットワークでちゃんと地面に足つけてタン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 ってこう入っていくんだったら、やっぱりハードかなっていうことになるのね。まあクレーも悪くないんだけど、クレーかハードの方がよりその辺に関してはできるかなと思うのね。まあクレーに関してはバウンドとかその関係上回っては、まあ、有利なんだけど、細かいアジリティになってくるとアジって細かい動きね、まあ、ハードの方かなっていう感じなんですね。なのでそこをやっぱりこの解決しないと多分簡単にミスるだろうなって。だからまあ、簡単な入り方は雑なのね。こうね、横から入っていってるか何かなのよ。だから、その、なんていうのかな、やっぱりこう、しっかりこう、重いボールを、何本も何本も、こう、叩く練習っていうのは、やっぱり、ベターなのは、やっぱりクレーンになってるね。そういう面ではね。なので、なんか平日によくクレーンやってるんだけど、あれはもう、なんていうの、もう、正直ね、ストロークしかしてません。で、前入って、で、相手のカウンターに対して、もう一回後ろから入ってカウンターを叩くっていうね、そういうことをやってるので、まず、なんていうのかな、もう、こう、しっかりボールを飛ばして、絶対ボールを軽くしないというね、そこの部分をね、徹底してるのが、クレーレンなんで、この間もアンツーカーコードでこういう練習しましたけどね、そんな感じでやってるんで、まあ、一回ね、やっぱり、そういう練習したいなってことは、まあ、問い合わせいただければいいと思う。まあ、そんな中でね、ちょっとやっぱりね、思うのはね、これヨーロッパの方でね、まあ、今度、近々ね、ちょっと、まあ、韓国と行ったりとかする、したりとかするんだけど、まあ、他の国も行こうかなと思って、行こうかなっていう感じで計画してますけど、やっぱりそのね、なんていうかね、やっぱりこれ、まあ、コーチの夢も一つとしてあるから、あるんだけど、やっぱりヨーロッパでね、通用するようなね、ああいうところで通用するような、まあ、選手がどんどん出てくれたらな、というふうな、こう思うのね。まあ、そういうお手伝いができたらな、いう感じで思うのね。まあ、そのためにはもう、打ちしこれる、ね、鉄壁のストロークが作れるっていうことが、やっぱりこう、重要にこうなってくるのかな。結局そのためには、こう、なんていうのかな、こう回るようなフットワークっていうことになってくることですね。まあ、土日の中でね、ちょっとこれは必ず、ちょっと入れてるんで、で、うちのコードはハードコードで、若い者のコードは結構後ろ広いんですよ。だから、後ろ広いところからこう回ってこう入れるようになってるので、なので、まあ、十分それは1日かけて練習できるかなって、こういうふうにこう思うんですよね。なので、まあ、そこからね、ちょっと、なんかこう、ご理解ね、いただける方はね、ちょっと、入ってもらったらいいんじゃないかな。だから、一旦下がって入るっていうね、このフットワークをもうちょっと、この縦の動きのフットワークをもうちょっと、しっかりやれば、打ちしこりってできるかなって思うのね。ただ、まあ、ここがね、ちょっとごめんなさいね、考え方の違いでね、いや、打ちは下がらないんだってね、前へ行くんだとかでね、もう一歩下がったら、もう、100メートル下に落ちるような、絶壁があると思って、私は教えてます、みたいな人は多分合わないから。はっきり言って。なので、ちょっと、うちに来る方ね、やっぱりこう中にいるんだよね。こう縦に動かそうと思っても、なんていうのかな、かたくなに下がらない、これ。多分、下がるなって、やっぱり、周りから言われてんだろうね、そういうふうにね。それは正解なのよ。うちも、絶対下がらない練習もするから。ね。だから、下がらないで前、前、前、前っていう練習もするの。ね。だから、それを否定してるわけじゃない。だから、全部、だから、下がらないテニスもできなきゃいけないし、回って入るテニスもできなきゃいけないし、ここはバランスで、で、とにかく、まず基本としてあるのは、下がらない前入るじゃなくて、ちゃんと一旦後ろにこう、回って入るっていうフットワークができた上で、今度前に入ろうねっていう順番でやってるから。だから申し訳ないです。もう片倉に下がろうとしないような人は、ちょっとうち受付できませんので、それだけ最初言っときません、言っときますね。別にそれが悪いと言ったわけじゃないけど、順序的に、十分こう回って入る技術あるんだったらいいんだけど、その技術もないのに、前入って、攻めが最大の防御だと思い込んでる人は、ちょっと申し訳ないです。うちではちょっと、なんですか、ちょっと面倒見きれませんね。そこちょっとこう注意してほしいなというふうにこう思うんですよね。やっぱ考え方ですよね。だから、なんていうかね、中にはもう、下がらさないで前っていう風な形だけでやってる人もいるので、でもそれは相当ね、運動神経があるとか、かなり敏捷性があるとかってなったら、ダメなわけじゃないと思うんですよ。できないわけじゃないとは思いますよ。だから明らかに、コートが後ろないとこから強い子が出てるとこともあるんだもん。だから、その間違いじゃないけど、よくよく考えたら、でも、もともとできそうな子ばっかりでしょ、そういうとこから強い子できてるのって、なんか見てると。だから、ちょっと、なんかこう、のそのそと動きの悪い子って出てないじゃん、実際。だから、まあ、フットワークが悪いから勝てないんじゃなくて、悪かってもそれを修正すればいいわけね。で、修正はちゃんとやり方があるから。
そこはこう敏捷性アキレス腱とかのこの敏捷性腱反射というところに問題があるのか、それから目ね、あのボードの距離感っていうところに問題があるのか、もういろんな部分があるからいろんなとこアプローチで原因探していかなきゃいけないんだけど、まずそこをねちょっと前あのちゃんと理解して、でそれが分かった人分かってちゃんと縦動きができたら、今度下がんないで前のポジションを死守しようっていう風にこう入っていこうと考えてるから、やっぱりこうなんていうかボノシの入るという基礎っていうのはこう重要なのね。まあ下の概要欄にも出しておきますから、まあ、そこがちょっと分かってくれないとちょっと厳しいと思うのね。なのでやっぱりこう打ちしこれる、しぶとく攻めれるっていうことが大事で、そこには回って入れるフットワークを理解してるかっていうことですね。でそれはあの頭で分かっててもやっぱり1日かけて練習しなきゃいけないから、まあ土日にやってるんでね、でそこをちょっとまあ徹底的に打ちはその縦動きっていうのをこうやってってるので、まあまあちょっと興味のある方は一度、来ていただければいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで頑張ってください。